渡辺よ、綺麗なトンネルわらわら。綺麗なトンネル。鍋よわらわら。ノルマ達成。中野に代わってセカンドに入る渡辺よ。鍋よ。なな鍋よわらわら。まだ鍋よ使うんか。うわ鍋よ。鍋よしつこいんだよ。どんでんもう諦めようや。鍋よ一昨年までの糸原レベルに言われるようになってしまって。何やってもポイント増えない小野寺と何やらかしてもポイント減らない鍋よ。島田は見切ったのになんで鍋よは見切られてないんや。トンネル。あ、出たわね。鍋よほんまこいつ。やると思ったわ。二度とセカンドで起用するなよ。やりやがった。なんでこいつ使うの？使う方が悪い。ほんまいい加減にしろ。腰高すぎんねん。ちゃんとオープン戦で見切れよ。セカンド素人いますよ。マジでどんでんはいい加減諦めろよ。